木で作られたオリンピックシンボルの5つの輪を思い思いの発想でデザインしていきます。来月6年生になる遠軽町の小学生たちが作っているオブジェは、今年9月に東京都内に完成予定のオリンピックミュージアムに展示されます。材料となった木材は、前回の東京オリンピックで各国の選手が持ち寄った木の苗を植樹し育ててきた地元の展示林のものを使用したということです。この赤いところは炎をイメージして、ここは海をイメージしたもので、下の緑は自然をイメージしています。頭とかを使うから難しいところもあるけど楽しいです。